27日投開票の自民党総裁選後に退任する岸田文雄首相67が21日に自身の XQ ツイッターに投稿した内容が SNS で強い反発を受けた。ドジャース大谷翔平投手30の50から50声を祝福した内容だが、能登半島地震の被災地となった地域が記録的な豪雨災害に見舞われている子。 後への言及はなく、補正予算を組めなどの指摘が寄せられるなど、このタイミングでの KY 投稿に疑問の声が出ている。首相は21日午前10時過ぎ、ドジャースの大谷翔平選手が本塁打50本、投塁50回という50から50を達成され、さらに記録を伸ばして51から51という偉業を達成されたことに敬意を表します。引き続きのご活躍を期待しています。 と投稿し、し大谷の前人未踏の前未記録を祝福した。この投稿時間の前には気象庁がすでに能登地方で線状降水帯が発生したことを発表し警戒を呼びかけていた首相はこの後日米首脳会談などに出席するため政府専用機で米国へ出発能登の,の豪雨に言及したのは米国到着後で21日深夜の投稿で 米国に到着しました石川県の大雨で被害に遭われた方に心からお悔やみとお見舞いを申し上げます私自身林官房長官に電話し避難支援や災害対応の指示をしました災害状況の報告も随時受けています引き続き林官房長官松村防災大臣を中心に政府を挙げて対応してまいりますと記した これに先立ち、政府専用機の中から、国民への的確な情報提供や現地での支援など3点を、関係省庁に指示した。ただ、岸田首相の大谷に関する投稿には、数日前に、どこに行ったかもう忘れましたか。と19日ののと半島訪問時に、頑張りましょうとメッセージを書き込む首相の写真とともに、ポストされた内容のほか、まだ総理大臣ですよね。 近親では、大谷翔平の偉業達成に便乗するな。輪島はもうやめるから忘れましたか今のタイミングで、大谷のことポストする中国に対して、強硬な発言一回でもしてみろよ。最後までとことん国民を馬鹿にしてるよな、などの指摘が相次いだ。以下は視聴者からのコメントで。普通だったら、 外遊なんて中止して、能登の大雨災害の陣頭指揮を取らないといけない立場大雨災害の陣頭指揮を取るより外遊を優先させるのだから大谷に対して祝福敬愛投稿したとしても誰も驚かないですよ総理でいられるのもあとわずかだというのに最後の最後まで国民に寄り添うことができていないですよねまあ 別に大谷さん祝福の話は良いのではありませんか。あれだけ日本国民に生きる力をくれている大谷さんですからね。問題は総理として最後の詰めをやらないで自分の功績を知らしめるような行動をしていることでしょう。能登の豪雨もそう、他の地域も大雨で各地大変な被害ですよ、こんな時に陣頭指揮もせず外交とはね。 総理就任時私が感じた不安は最後まで変わりませんでしたね。岸田首相が X で能登半島地震の被災地となった地域が記録的な豪雨災害の中、大谷選手に惜しくの投稿した。石川は豪雨災害で大変な時に岸田首相は非米合員首脳会合出席のため米国に向けて出発した。岸田政権は能登地震や 災害復興は後回しにして、諸外国へ多額の支援金を出したり、先日はウクライナへの長期間に及ぶかなりの支援を約束した。ある程度の海外支援も必要だが、日本国内で日本人が住む能登半島震災復興や災害支援にもっと目を向けて欲しかった。記事の通りだと思う。確かに大谷の50、50は、 国民的英雄だから気持ちがわからないでもないがタイミングがあまりにも悪すぎる優先順位を間違えているし昨日の記者会見の新鮮事件では上川大臣林官房長官らの様子見からの発言にしか見えないあなたは日本国の総理であり在外邦人の子供ノトの,の国民も守れないのか帰国したらすぐに能登へ行きなさい